それでは準備が整いましたので、検討委員会後の記者会見を開始いたします。記者会見列席者につきましては、本日受付でお渡しした資料、名札等を参考としてください。本日の検討委員会での議論を踏まえての検討員のご所見等について、ご質問をお受けいたします。質問につきましては、まず、座長に受けていただき、その後、委員の方からお答えをいただきます。質問は、本日の議事の順番に、まず基本調査について、その後、詳細調査の甲状腺検査について、甲状腺検査以外の詳細調査について、その他の順に、予定したいと思っています。終了予定時刻、おおむね1時間後、5時10分前後を予定しておりますので、ご協力お願いします。時間が限られておりますので、重複する質問、こういったことについてはできるだけ避けていただくということで、円滑な進行にご協力お願いします。質問される際には挙手を願います。私の方で、お指しし、係の者がマイクを渡しますので、所属、お名前を話してから質問をお願いします。では最初に、越田長から一言お願いします。全般について議論ができたと思っていますが、まあ、いろんな問題がまた浮き彫りになったかなとも思います。今後については、先ほど私が述べたとおり、少し前向きにさまざまなものについて評価をする、あるいは今後の方向性について議論を進めていく題材を提供したいと思っています。本日はお苦労様でした。ありがとうございました。以上です。はい、それでは最初に基本調査についてご質問を受けします。挙手願いたいと思います。朝日新聞社の大岩と申します。来年度から行う代表性を調べる調査について何点か教えてください。まずこの検査のこの調査の目的っていうのは何、代表性を調べるということは分かるんですけど、この代表性を調べることによって、今後、もう回答率が一定の、もう100% に近づかなくても、打ち切るための準備なのか、何なのかっていう、今後の生かし方、この結果をどう生かすのかっていう目的と、あと、これは何かその、どっかの科研費とか、あるいは、環境省のなんか委託調査とか、どこから費用をもらって、全部で、予算はいくらぐらいなのかっていうこと、それと、津金先生からも少し、ご指摘が出てましたけれども、調査員の人が行って聞き取り調査をするのと、自分で自主的に回答するのでは、やっぱり、なんていうか、バイアスがやっぱりどうしてもかかると思うので、その辺どう調整されるおつもりなのかっていう、その、3点について教えてください。2点目、3点目はですね、ちょっと私もわからないんですが、私の理解では、調査の目的は、提出率が十分に確保できない中で、提出をしている人としていない人の間に大きな差があるのかどうかということを確認することによって、提出をされていない方のその地域におけるその、外部被曝の状況というものが、実際に提出を受けた人との間に大きなギャップがあるかどうかというのを確認することで、調査をやめるとかなんとかっていう前提ではなくて、これまでの調査の結果についての、代表性がまさにあるかどうかっていうのを確認するというふうに私は理解をしています。で、それではきっと足りないというふうにおっしゃるでしょうから、これは目的予算については、担当の、お願いします。はい、基本調査担当しております石川と申します。目的につきましては、ただいま座長がおっしゃって、くださった通りだと思っております。で、2点目の費用につきましては、これは来年度実施する事業として、県の方に、計画を提出しているところでございます。で、3番目の、聞き取り調査と、自主的に出してくださった方は違うのではないかというところですけれども、今現在でも問診票の書き方支援、でこちらで、ある程度支援をしながら書いていただいている人もおりますし、自主的に返していただいている人もおります、そういった方混ざってるわけですけれども、同じ地域で見ますと、それによって何か
差が出ているということはございませんので、私どもはそれは一緒に扱えるものというふうに考えております。予算額はおいくらでしょうか。それは県の方に聞いていただいた方がよろしいかと思いますけれども、ざくっとで結構なんですけど。県の県民健康調査の小林です。ですね、この事業につきましては全体の県民健康調査の委託の一環として我々受けております。今現在ですね、来年度27年度の予算の計上しております。ただ額については今現在予算編集してあるものでありますので、今ここでですねお答えすることはちょっとできません。他にございますか。基本調査現在実効線量の方で外部被曝からということなんですけども、今後内部被曝線量についてで、またあと透過線量といったものを解析して、個々人で解析していくご予定などありますでしょうか。 IWGA の岩田と申します。今の質問ですが、今の外部被曝の基本調査については先ほども議論になった通り、内部被曝や、全ての線量のどういうふうに評価するかということについて言うと、かなり糸口はかなり狭いというかですね、だと思いますけれども、なんとかそれは可能な範囲において、それを紐解くことによってですね、実際にはデータの得られなかった人たちを含めてですね、このぐらいの被曝の状況があったというふうなことが推定されるというようなことまで、やはり私は目指していくべきだと私は思っています。その実現性その他については、明石先生がいればだけど、明石先生いないので。はい、石川先生、じゃあどうぞ。はい、基本調査で得られている行動の記録というものを利用しまして、内部被曝の方が、計算でき推定できないかという検討は今後行っていく予定です。追加の質問なんですけども、基本調査の方で質問項目に、例えばその食事についてというのを聞かれているものがあったと思うんですけども、そうしたものから透過線量というのを導くというお考えというのはおありでしょうか。ですね、その基本調査の問診票の食物の摂取の項目についての使い方といたしまして、今申し上げましたように行動の記録から、線量を推定したときに、食物の摂取というのが影響を及ぼしているかどうかといったところも含めて検討していく予定です。そういった目的で、その問診票の食物摂取の項目を使うということを検討しております。はい、すいません、アワープラネット TV の白石と申します。すごく基本的なというか大きな質問なんですけれども、今新たにその代表性に関する調査をするという、計画が出ております。その間どういう議論があってこれが設定されたのかということは分かりませんが、この県民健康管理という名前から健康調査になってメンバーなども一新して、3年以上経つわけなんですけれども、そもそも法に基づかない基金でこのような3年を得て、そして回収率 26% という中をどうしようかという全体的な大きな問題があると思います。でデザインあるいはその線量についてもそれぞれがそれぞれの研究機関がなす実施すると、そして例えば甲状腺がんにおいては最後の検査になると保険診療になるという、そのこの原発災害というかですね、事故という大きなものができて1000億円の基金を積んで行われているこの県民健康調査の大きな枠組みとして、現在のその一個一個報告が行われているわけなんですけれども、例えばチェルノブイリ事故後のロシア、ウクライナ、ベラルーシで行われているような検診、あるいは日本においてはその放映権でもちろんその、
検査して治療なきとかっていうそういう、まあ、過去のいろいろな問題もあろうかと思いますけれども、その、まあ、前提ともちろん生活習慣などのいろんな課題はあると思うんですけれども、そうしたその根本的なデザインというか枠組みみたいなものを学ばずにですね、進んでるかというふうに見えます。で、法律にも基づかないので、今、まあ、また新たなものが出てくるので、これがまたうまくいかないということも想定できると思うんですけど、このあたり、まあ、まさに県内で、病院を経営されている星さんをはじめですね、非常に、まあ、枠組みをこう一から変えるのは難しいかもしれないんですけれども、何か課題がないかなというふうに思うんですが、そこら辺どういうふうにお感じになっていらっしゃるでしょうか。まず代表性の調査については、この代表性の問題はもう数回前から議論が出ています。それは、出している人たちと出していない人たちの間に大きな違いがあるとすれば、それはやはり回答率というもの観点だけではなくてですね、しっかりとその地域の代表性、あるいはその今回の代表性というのは確認すべきだという議論があって、この代表性の調査のデザインができたものと思いますので、突然出てきたというふうに私は理解をしておりません。法に基づかない云々という話がありました。前提がどうのこうのという話もありました。ベラルーシに学んでないとかいう話もありましたが、私たちで今計画しているものが全てこの検討委員会の中で議論が進んでいるわけでもちろんありません。実態、実行されている県についてあるいはその、元締めである県、などにが議論する部分もあるんだろうと思いますけれども、私自身はその大きな枠組みというものも、まあ、制約のある中で しなければいけないと思います。1000億円という基金が多いか少ないかは別として、資源にも限りがありますし、さまざまな意味で期間的なといいます時間的な制約というのもあるんだろうと思います。したがって、かなり断定的に学んでないとか、まあ、努力が足りないと言ってないですかね、おっしゃいますが、私自身は、まあ、座長としてもそうですし、私一人の生活者としてもそうですけれども、今できることを精一杯やるということと、今座長としては役割を与えられている以上ですね、先ほど、この会見の冒頭でも申し上げましたし、さっきの会の最後にも申し上げました、このスタイルでいいのか良くないのかということを含めて、やはりきちんとした議論が必要だということは認識しています。このままだらだら続けていけばいいというものではないんだろうと私も思っていますが、その議論を始めるということを申し上げる以上のことは今申し上げられません。ACM プレスの吉岡と言います。よろしくお願いします。3点質問があります。1点目は、この代表性未回答者についての、調査についてなんですが、27年度からの調査になると、まあ、原発事故から4年後ということで記憶が薄れています。なので未回答者の線量は丸め込まれないかという懸念があるのですが、同時期に全く同じ調査を機械答者にも実施して、どの程度記憶が薄れているかなど補正はされないでしょうか。以前のデータとの比較では確実に年数によるバイアスがかかると思うのですが、そのあたりはどう調整されるのでしょうかというのが1点で、2点目は、春日先生のご指摘でもありましたが、簡易版の調査が被爆が多かった地域の回答率を上昇するための方策ではなかった、移動が多いと使えなかったということで、他の方策、最も調査が必要とされる被爆が多かった地域の回答率を上昇するためは何か方策があるのでしょうかというのが2点目で、3点目は全ての調査に関わることなのでもあるのですが、県民健康管理調査データ管理システムというのが、今年の3月から運用開始になっているはずですが、これは、基本調査に関わらず、甲状腺の調査や血液検査などさまざまなデータ管理がされているシステムということで、このデータの管理システムは医療機関や研究者など学外への効果については今回の、システム構築範囲外であり今後の検討課題となっておりましたが、この検討はどのように今行われているでしょうか。以上3点よろしくお願いします。はい、まず、代表性云々という話で丸め込まれないかという話ですが、まあ、議論の途中でもありました。委員の中からもそういう意見が出ました。ですから、まあ、そこは全数やるかどうかは別として、私はそれを受けて医大の方で、具体的にその方法論を、検討して、今言ったような疑問に答えられるような
調査の方法にしてもらえると思っていますが、どういうつもりかは、安村先生に、安村先生じゃないんだな、石川先生に聞きます。それから、被爆の多い人たちへの話もそうですね、石川先生に、聞きますが、具体的な話です。管理データシステム云々のことについては先ほどの会あの中でも話をさせていただいたように、外部へのでの利用その他について、まあ、そもそも誰のものかという話も含めてですね、しっかりと議論をして、まあ、疑念を抱かれないようにということは当然ですけれども、今後のためにも活用できるようにというのは私はそのように思っています。石川先生お願いします。1点目 の記憶が、薄れてきて、書く内容が、違ってきているのではないかという点ですけれども、私ども問診票の回収を、3年以上前から続けておりますけれども、同じ地域で見れば、時間の経過とともに線量の分布は変わってきているということはないというふうに認識しております。ただ委員会の中で、委員の先生からコメントをいただいたように、そういった時間による、記入の仕方に変化はないかということは改めて検討していきたいというふうに思っております。それと2点目の被爆の多かった地域の調査ということですけれども、これは現状では詳細版の問診票に記入していただくということしかございませんで、これに関しましては各種行っている書き方支援、いろんな対面式の書き方支援、委員会の中の資料でもご紹介いたしましたけれども、こういったものを丁寧に行っていくことによりまして、一つ一つ回答を積み重ねていくしかないというふうに考えております。データ管理システムの議論というのはいつぐらいに結論が出るということなんでしょうか。すみません、今の段階では学会発表などは県立医科大の先生方のみということになっておられますので、もう少しさまざまな視点からいろいろな方々が、データを見るようにできることになるのかどうか。これ外部からの、データへのアクセスは他の医療機関や、調査を受けた方々というのが入っていましたが、これ結論はいつぐらいに出るんでしょうか。私の意識認識としては、まあ、当初からそういう議論がなされていて、まあ、システムの問題は予算の問題、あるいは範囲の問題、プライバシーの問題、さまざま解決するものがありますよということですが、私はその前向きに検討すべきものだし、ただいつまでかってことになると予算の話なんかも絡んでくると思いますので、答えられる人がもしいればですが。すみません、県でございます。ですね、これはこの話につきましては前回の甲状腺部会の方にちょっと話して出たんですが、基本的にですね、県民健康調査の中にデータにつきましては、これは当然事業主体である県のものだと思っています。でここのデータについてはですね、県民個人のものだというふうに考えております。で今現在ですね、この全体調査事業につきましては県立医大に委託しております。で県立医大側でですね、学会とか論文発表するということにつきましては、あくまでも県がですね、この委託の中でやってもらっているという認識しております。ただしこの県民健康調査はどこまでかというところがですね、基本的にですね、二次検査までというところなんで、それ以降の例えば手術の症例につきましては二次検査や県民健康調査以外というところでですね、今回の鈴木教授がですね、学会で発表したデータにつきましては、これは県民健康調査中 の枠外でございまして、多分そのデータにつきましては病院側がデータを持ってまして、患者等のですね、同意を得て研究成果で発表したというふうに認識しております。また学外へのですね、情報提供につきましては、まあ基本的には、まあ、個人情報以外につきましては、まあ、データを研究するに活用、データを研究にですね、活用してもらうので、非常に県民の利益にですね、つながることから、広くですね、公表していきたいと思います。ただどのようにですね、やるか、そのルールかですね、ルール化につきましては今現在ですね、県の方で検討しているというところでございます。ありがとうございます。この議論は今県の方で続いているということですね、はい、すみません、具体的にそこの議論に上がっている、検討会や部署などを教えていただけたら。すみません、どのように、議論がどこで続いているのかというのを、すみません、かなりどこなりか教えていただけたらありがたいんですか。県民健康調査官でですね、中心になって今やっております。この検討委員会ですか。いや、検討委員会じゃなくて、事務局でですね、事務局で県の県民健康調査課
県の県民健康調査課が中心になって管理システムについてのシステムというんですか、はい、その第三者に対するその情報の提供ですね、提供のルール付けについて今県の方で、その検討しているというところでございます。わかりました、ありがとうございます。はい、基本調査についてはちょっと時間の関係もありますので、とりあえずすいません、ジャパンパースペクティブニュースの相原です。2点ご質問させていただきます。1つはこの基本調査の関係ですね、まあ、その回答率が低いということがありますけれども、そのこの調査全体についてですね、出てきた数字によって新しいことが次々出てくる状況が、まあ、回答率が低いから、まあ、低いということもあって、例えば、簡易検査を出してくるですとか、代表性がどうなのかというようなふうにですね、状況によってこう調査を変える、まあ、すごく分かりやすく言いますと、昔オリンピックなんかでその日本が柔道が強いからといってルールを変更するというようなことがありましたけれども、そういうふうにこの状況によってそのいろんな大事なその、デザインの中枢のところをですね、変えていくっていうようなことがですね、本当に県民に見える形で行われるのかというのがこう外から見てるとちょっと分かりづらいわけですね。それはすごくこの今回の調査の信頼の根幹に関わることだと思います。ですからそういうふうな大事な変更をなされる時のプロセスっていうようなものが、そのプロセスが明確じゃないっていうこともあって問題をより複雑にしていたりっていうふうに思えるわけなので、その辺のルールを変更する、調査の立て付けを大きく変えるっていうようなところでどんなふうな議論がなされたかっていうことがまずちょっと分かりづらいってことと、あと今回の調査は200万県民の失敗調査っていうんですか、もうほぼ全員県民のその対象にしたっていうようなスタートラインがありましたけれども、先生どの中先生の中でどれぐらいまで上げていくか、その目標値を上げてほしいというような話もありましたけれども、今後その回収率ですとかそういったものに対してどれだけの努力をこう今後やっていかれるとかですね、ここまで上げていくとかっていう、ある程度その信頼性の高い調査になるため の, その目標値っていうのはどんなふうに設定されていらっしゃるか、その2点お伺いしたいです。1点目の話ですけれども、その柔道の話が出ましたが、まあ、そうではなくてですね、まあ一つ言えば非常にその難しい調査だということが言えると思います。それはで、そのプロセスを変えていくにはこの議論この会にも簡易版の話が出て、簡易版のが本当にその前やった詳細調査との違いはないのかというようなものについてもデータを出していただき、そしてやはり頻度の多いその移転があったような人たちにはやっぱ使えないよねということから、そうでない人たちを対象にやるというようなプロセスについてはずっとお聞きになっていたはずですし、私はそういう理解をしていますし、まあ、それが県民に伝わってないという面で言えばその努力が足りないのかもしれませんけれども、何も突然何の回りぶれもなく誰かがこっそり集まって決めたというようなことでは決してないと思っていますので、それは認識が違うのだろうと思います。いやでもそのように私には聞こえたのでごめんなさい。そうではありません。それから目標値その他ですけれども、その目標値を決めるということの是非を含めてですね、今後私はこの会で議論をしていくべきだと思っています。何割がいいとか何割がいけないとかっていうことではなくて、今イメージ君もおっしゃっていただいた簡易版の調査や、あるいは今回の代表性の調査、その他必要なことをした上で、ある程度の限界というのが見えてくればですね、それは私どもとして県民の理解を得ながらですね、そして調査を続けながらある程度の時期というか目標というかというのは決めていかなきゃいけない。これも私のこれからする取り求めの大事な要素の一つだというふうに認識しています。以上です。今のお答えで、そのやっぱりそのこっそりやってるように私が質問したというふうに星さんに座長には聞こえたってことですけども、そうであればですね、やっぱりそういう手続きをオープンにしていただいたり、議論をオープンにしていただくっていうことをお願いできたらと思います。手続きも議論もオープンになっていると思いますが、その辺がちょっと言葉の使い方の違いかもしれません。すいません。はい、一旦基本調査についてはここで置いておきたいと思います。
続いて甲状腺検査についての質問を受けいたします。すいません、甲状腺がんの発症年齢に関して伺いたいと思います。すいません、ラジエーションプレスの田島と申します。発症年齢についてはグラフが毎回掲載されていらっしゃいますが、3の6ですね、皆さんおなじみの年齢別、3月、11年3月11日現在、そして、検査時の年齢別ですが、まあ、これ両方見ましてですね、上の方は8歳以下、下の方は10歳以下というのはほとんどいないということで、よく言われているその低い年齢の人が現れてないからまだ問題ないんだという例証になっていると思うんですが、申し訳ありません、今頃気づいて毎回データが出ているのかもしれませんが、3の24と25を見ますとですね、これ僕の誤読かもしれませんが、二次検査の受診者数というので、5歳ごとの年齢群で書いてありますね。で、一番下の方で、0から5歳は 4.5%、二次検査を受けるべきと言われた人の 4.5 っていう意味だと思うんですが、で、それから次の世代は、6から10歳は 16.0。で、11から15歳が 44.0、 そして16歳以上が35と、要するに受診の割合が全然年齢層によって違ってるから、先ほどの、グラフもですね、割り引いて読まなきゃいけないんじゃないかと思うんですが、で それは二次検査の実施率だけじゃなくて、腺死細胞診の細胞診断の実施率もこれに加味されなきゃいけないんですが、細胞診断の実施率については書いていらっしゃるんで分かりませんが、まずその辺のところを伺いたいということ、それから2つ目、2つ目はですね、潜伏期間 4,5 年というのがもうずっとおっしゃってましたが、これはチェルノブイリではですね、 4,5 年間はエコーの機械がなかった、だからがんの潜伏期間じゃなくてエコーの機械の潜伏期間が 4,5 年だったという説があります。で、それから小児のがんの潜伏期間については CDC というところが先日ですね、最小潜伏期間1年という論文を発表しました。この2つについて、潜伏期間についてお答えいただきたいと思います。それからもう一つは3番目、これで終わりですが、この検討委員会に小児がんの専門家、臨床専門家という方はいらっしゃるんでしょうか。3年半経って、まあ、甲状腺がんも小児がん、それから、大人の固形がんじゃない小児がんですね、それがこれから心配されてる時期なので、そういう専門家が例えば今現在この席にいらっしゃるのかどうか、ちょっと今頃伺っても恐縮でございますが、ちょっとお答えいただきたいと思います。はい、ですね、まず今の図表の読み方は多分誤読だと思いますが、ちょっとよく見ていただくと、内数ですよね、全部、年齢構成は、つまりこれは年齢の構成比を表しているわけであって、受診率の高を表しているものではないので、いや発見数は割合が違うんです。受診の率に同じだったらば年齢を比べることができますけども、受診率が違うんだから、このままの棒の長さで比べることはできないです。分かりました。ちょっとじゃあそれは説明をしてもらいましょう。実施担当者の方から説明させていただきます。12ページご覧ください。例えばここに市町村別の年齢別の受診率が出ていますが、これ一次検査ですね。一次検査の受診率はほぼ年齢分布でも同じ率で受けてます。で、その中で所見があった人が二次検査に回るので、二次検査の率っていう数は
もちろん所見が子どもには結節が見当たらないので上がってきてないから数が少ないわけで、ちゃんと同じ数だけ母集団は一次検査でエコーを受けてらっしゃいます。でその中で二次検査に回る方が非常に少ないというのが一般的な特徴であります。それは所見がないからです。ごめんなさい、確認ですが、例えば25ページの25ページは二次検査、だから二次検査に対象者を、そうです、全体の中で、年齢0から5歳の方の全体の人口集団じゃなくて、その中の、5.1% が0から5歳の人が占めるということになります。例えば、これは受診率全体ですね。二次検査の受診率っていうのは二次検査の対象者ですから、E っていうのは、二次検査 B 判定になった人の数です。そうですよね、というのはね、そのうちの0歳から5歳までの受診した人が A なんじゃないですか。その内訳なんです。そのうち受診、そこは受診率じゃなくて、その中で、これ申し訳ないですけど、受診した人の中で0から5歳の人は、そのすべての年齢の中の 5.1% のグループだということであります。ですから、厚生年齢は年が上に行くほど 49% と上がると、それはなぜかというと、結節が多いからです。年齢が増えてる方が結節が多い、そうです、それはもう、間違いない、ずっとここ数年の傾向です。潜伏期間という話ですか。これは専門家がいるので、どうぞ。もう一回ちょっと確認しますけども、チェルノブイリにおける甲状腺がんの潜伏期間の話ですね。それが一般的に5年程度と言われているけども、それはその甲状腺の機械まだ届いてなくてという、すいません、マイクを使ってお話ししていただけると聞こえます。はい、見つからなかったのではなくて、エコーが届いてなかったと、 4,5 年間はね。ですから、がんの潜伏じゃなくてエコーの機械の潜伏期間ではないかというのが私の質問です。はい、これは私の知る限りの、情報ですけども、確かに、最初に、甲状腺がんが増加されしてるんじゃないかというふうに、ベラルーシなりで報告された1990年だと思います。この当時は最初は触診ですね、最初触診でそこで結節がある異常があると回った人を、超音波の数です、当時は絶対的に足りてませんから、それで超音波で検査をするという方法をとっています。その後90年代を少し過ぎたあたりから、そういう甲状腺の超音波のスクリーニングが始まって、いわゆる症例の住民の方のスクリーニングが行われているというのが現状です。はい、ですから今先生おっしゃった90年頃までね、4年目ですよね、それまでは触診が中心だったと。で、触診が中心でハイティーンの子どもたちがぼつぼつその事故以前よりも増えてると、でエコーを取り入れたらバッと増えたというふうな理解もできるんじゃないかということです。ハイティーンというのは10代後半という意味ですか。後半、10代の前半とか、13歳以上とかね、はいはい、いう子どもたちがぼつぼつと増えていることは、山下俊一先生が平成元年にお書きになった報告書の表の中にちゃんと示されています。それは事故当時何歳だったっていうの、事故当時の、はい、あの表です。はい、事故当時何歳、事故当時の0から、17歳かな、18歳までの、それから毎年の縦横にした表です。はいはい、山下先生の平成12年の原子力委員会への報告です。ウェブにありますのでご覧ください。はい、わかりました。ちなみにそれは5メリ州のがん登録からのグラフです。わかりました。
今言われたように確かにベラルーシという国はまあがん登録がありましたので、まあ、それを元にした統計がなされているということですね。ですから事故前の割合も分かっていると。ただし今言われたように、まあ事故前から1990年ぐらいまでは触診を中心にして異常があったものを超音波にしていますから、一概に発見については言えてませんけども、少なくとも1990年ぐらいから触診で診察して、その後超音波に回った方の中でもやっぱり甲状腺が増えているというようなことが言われた。それが1990年か91年に発表されていると思います。でそれ以降の超音波を中心としたスクリーニングで、まあ、先ほど、ハイティンとおっしゃいましたけども、事故当時0歳から5歳ぐらいの人で甲状腺が特に多いということが証明されています。それはハイティンじゃないです。事故当時のハイティン。あと何でしたっけ、最後の話は。あ、小児がんの専門家。専門家。小児がんというのは どういうふうにあれですかね。今おっしゃってるのは固形がんじゃなくて、あの白血病とかそういう人たちという意味でしょうかね。はいはいはい、中高新書に小児がんという本がありますから、私はその意識がないんです。あのまあ、今必要だと思われる人を集めていますし、それぞれ専門分野があるんでしょうから、今ここでどうのこうのって話じゃないような気がしますが、まあ、必要であればそれは検討していきたいと思います。はい、最前列の朝日新聞の本田と言います。あの端的に2点お伺いします。あの1点目はちょっとあの馬鹿げた質問かもしだと思いますが、あの星座長に念のためにあの最初の挨拶で、おとといの新聞を我々も衝撃、おとときの新聞を見て、まあ、我々も衝撃的で驚いているとおっしゃったんですけども、あの端的に何に驚かれているのかということを教えてください、1点目。それから2点目はですね、あのこれはあの今日の議論を聞いて、あの要するに2巡目のがんの疑いで4人出た件についてなんですけれども、あの実施担当者の鈴木先生とそれから各委員の認識で語られる方がいらっしゃれば教えていただきたいんですけれども、今日の議論を聞いたら、あの見落としはではないと。どうもそうすると見落としは考えにくいっていうことは、あの非常に、まあ、あの2年半とかその短い期間でですね、こう小児甲状腺がんが成長したわけですから、これまで言われてきた逆に、まあ、甲状腺がん一般はどちらかといえば成長の遅いがんかもしれませんけれども、この小児甲状腺がんについては成長が早いんではないかと、想定外の速さではないのかという認識を改められるかどうか、少しこの辺がそあのどういうことなのか、もしあのご説明いただければとあのいうことです。よろしくお願いします。はい、新聞はですね、公開されてないデータが載っているというのをでびっくりしたっていう、単純にそういうことです。あの2巡目で4人も出たということに驚かれたわけじゃないわけですね。いや、私のところにはデータがありましたので。ああ、そうですか。それは驚きません。それから、短いあの見落としではないという話で、さっきちょっと、まあ、私の理解ですよ。あとは専門家もし答えるのは答えますが、私の理解では、まあ、あの感度、つまりがんがあってそれをきちんと見つけられるということが、まあ、エコー検査といえども 100% でないということをおっしゃっていただきました。あらゆる検査、あらゆるあのものがそうだというふうに思ってますし、まあ、その中に隠れていたものが出てきたということを、意味するというふうに考えるのが普通かなと思いますが、おっしゃるようにスピードが速かったんだなということも考えなければいけないことの一つかもしれません。ただこれはやっぱり今後そのしっかりとしたその制度管理を行いながら実施される調査を続けていくことによって、どういうものがどんなふうになっているのかということはもう少し分かってくると思いますので、私はそのように理解しています。何か補足があればどうぞ。ありがとうございます。本田さん、あの簡単に説明します。まず4名出て、先ほどあの検討委員会でも説明しましたけど、4名のうち2例は10ミリから20ミリの間で、2名は5ミリから10ミリの間で、今までも議論されているように微小がんをどうするかという問題で、決してあの非常に大きなわけではないということで、早期の範囲のサイズであるということ、そして、今2回目の検査で急に大きくなったってお話をされましたけど、全てが
1回目の検査もそうですけど、病気が見つかった時が最初で、1ミリから全ての症例がずっと0ミリからずっと超音波で終えてるわけではありませんので、それはいろいろな腫瘍のパターンによって、特徴によって個人差によって、見つかる時期は違います。ですので2年2ですから1回の検査で全てが安心だというわけじゃなくて、2回目の検査を繰り返すことでこういう人たちが見つかり、今の適切な比較的早期なサイズで見つかっているということが分かりました。で、今小児や腫瘍の増大が早いのかっていうのは、そういう観点からゼロから見てるわけではないので、急激な増大とは言えません。なぜかというと、その後の発見されてからの経過は急激に大きくなっているわけではないので、そうなんですが、ただ全体として小児の甲状腺腫瘍の自然史というのは、これからも十分に見ていかなければいけないことだと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございます。そうするとですね、いやちょっと関連ですけれども、念のための確認ですが、まあ、今までこれ増えてるのはスクリーニング効果じゃないかということを言われてまして、30年40年前倒しで発見していると。そうするとその説を、まあ、今も維持していらっしゃると思うんですが、委員の方々で異議がある方がいらっしゃれば、もう春日委員変えられたようですけど、ぜひこの点で私は違う意見だという方がいらっしゃったら教えてほしいんですが、そうすると今後もこの割合でですね、今回4人見つかりましたけど、この割合で出てくるっていうことですけど、そのままスクリーニング効果であるっていう見方を維持されて大丈夫だということですね。そこは、これから経過を十分に見て、まだ4例ですので、はい、ありがとうございます。星先生がおっしゃったことを1点だけ申し上げますと、はい、いや関連でですけど、事前にですね、この内容は先生方も前もって受け取ってるからこそ勉強して、ここでいい議論ができるわけですね。我々新聞報道はですね、少しでも知り得たことを県民や国民に対して情報を提供していくっていうのが仕事ですから、私なんかもたまたま共同通信や民謡さんこういうふうに報道していただくと、私なんか無能な記者ですから、こう優秀な先行した記者を勉強してくることによっていい質問もできるのでね、それ自体が問題だとは全然思わないので、もし少し星先生にジャーナリズムに対する考え方で反論があればいただければと思います。ジャーナリズムに反論するとかっていう話ではありませんので、そんなことは言ってませんよ。はい、はい、福島テレビの岡田と申します。端的に質問します。今回2巡目ということで8万2000人余り対象にして、実際検査結果確定したのが6万人ぐらいで、そのうち4人が、今回がんまたはがんの疑いということで出ました。で、我々メディアも特に煽るわけでもなく、かといって楽観視するわけでもなく、事実を淡々と伝えようと思っております。そうした中ですね、ちょっとこう、星先生、またあと医大の先生の方からして、この4人という評価については決してもちろん断定はできないと思うんですが、6万人のうち4人新たに見つかったっていうのは評価としてはどういうような形で考えていらっしゃるでしょうか。今日の議論の中でもありました、その4例というのは非常に少ないですし、全体が分かっているわけじゃないですし、前回との比較というのも必ずしも十分ではないというようなこともあるでしょうし、先ほどから議論に出ているさまざまなことを考えないと、多いとか少ないとか現時点で私は言及すべきじゃないと思います。ただ、現実に4人のがんまたはがんの疑いが見つかったということは、先ほど来説明があるように、やはり1回の検査を受けただけで、安心だというようなことを意味することではないということだけは確かなので、私たちとすればこの検査が続けられるように、そして多くの方に受けていただけるようにというふうに思っています。放射線についての影響云々っていうのは、これについては何とも言えますか。これは前からそれこそ朝日新聞の本田さんにも何度も言わされてますけども、現時点で断定的に言う、つまり影響がないというようなことを断定的に言える状況でも、影響があるということを断定的に言える状況でも、どちらでもないという状況だと私は思っていますが、考えにくいという表現を使うと何が考えにくいんだってよく言われますが、現時点で我々が知っている範囲において、その放射線の影響を直接証明するということもなかなか難しいので、放射線の影響というのは考えにくいという表現を変える要素ではないと思っています。はい、じゃあその隣の方。
患者ジャーナルの山本と申します。先ほどの2巡目の4例の方の件なんですけども、進行が早い可能性は、否定はできない状況で、その可能性も強まっているのかなというような印象を受けました。そうするとですね、検査、一次検査、1回目の検査で2年後に行った、例えばいわきとか会津地方等についてはこれは原発事故の後発生してがんの疑いになった可能性もあり得る状況になっているのかどうかということについてご所見をいただきたいのが1点で、もう1点はそのがんのスピードが速い可能性があるということがあった場合にですね、肺転移も含めて、かなり切迫した状況も生まれているわけですから、なるべく早い情報公開とかですね、県民への声かけが非常に重要なポイントになってくると思います。その際に検討委員会 の開催回数がかなり遅れましたので、ちょっとでもこう情報公開が遅れたことによる過失等も今後問われかねないリスクもありますので、できれば早い情報公開をぜひお願いしたいと思っております。で、今回共同通信さんの方が先行して出されましたけども、逆にですね、定期的に県の方がデータが確定した時点で月締めで検討委員会より先にデータを出してですね、後々に検討委員会で検討する等のそういった情報公開を早めるような何らかしらの手立てを打っていただけないのかについて、この2点についてご回答お願いします。早い可能性があったのかどうかって先ほど鈴木先生もお話をされていたので、そこは何とも言えないんだろうと思いますが、大きさが大きくないというのと見つけてからが動かないという話がありますから、今日この時点でどうかというのはなかなか難しい問題だと思います。鈴木先生がもしそれ以上のことをお答えになるならお答えいただきたいと思います。2点目ですけれども、我々検討委員会の役割としてどうかということだと思います。私は、いたずらに発表を遅らす必要はないと思っていますが、生のデータだけが出ていった時の解釈が非常にいろいろあるという中で、私たちの、ある種専門家の目で見てどうかという話をする、それにもちろん反対の意見を出せる方ももちろんいるでしょう。で、それを別に否定するわけではありませんが、そういうことを含めて私たちはこの検討委員会で検討した上でデータを公開する方が私は現時点で適切だと思っていますので、データだけを単純に公開するということが可能な時期が来ればですね、そして理解が深まっていて、その活用にその方が利があるというようなことであるとすれば、それはもちろんそれを否定するものではありませんが、現時点では、きちんとした議論を経てから公開する方が私はいいだろうと思っています。そういう意見があるということは理解をしたいと思います。理解と言いますか、そういう意見があるということは受け止まります。はい、他に1件目の会津地方が2年原発事故以降の可能性があるかどうかについてのご見解は。それこそ先ほどゼロミリからうんぬんという話がありましたので、どの時点でできたがんなのかというのをがんに聞いても教えてくれませんので、どうも分かりませんけれども、これまでのさまざまな知見から言って、そのゼロミリからのどの時点でというのはなかなか到底するのは難しいと私は認識していますが。その通りで、それ以上のことは。はい、2列目の。共同通信社の前田です。1点だけお伺いしたいんですけれども、今日環境省 の、 専門家会議の中間取りまとめの報告がありまして、今日会ったばっかりでまだ詳細は把握されてないと思いますけれども、それを受けた環境省の施策として、甲状腺検査については長期にわたってフォローアップするように、さらに放射線の影響かどうか分析できるような臨床データを確実に収集できるように県を支援していくというようなことが書かれています。それに関する率直なそのちょっとした星先生 の受け止めと、あとこれを今後どう
反映させて生かしていくのかっていう、あの、まあ、次回共同検討委員会の方でもこの、あの調査の在り方について見直す時期ということも重なっておりますし、どのようにこう反映されていくのか、次回あのこれも含めて反映されていくのか、その辺をお聞かせください、はい。まあ、あの会議に実はこの会のメンバーと重なっている人も多分いるはずだと思いますね。ですからまた関係がないというわけでもありません。ただ、まあ、あれはあの環境省が環境省の立場で、専門家の意見を聞いた取りまとめだというふうに認識していますので、まあ、あれに完全に引きずられるわけでも無視するわけでもなくて、やはりあの県民の健康をどうやって見守っていくかという観点で、その、まあ、学術的にその違いがあるかどうかということをに第一義を置くのかどうかという点で言えば、私はそうではなくて、やっぱり県民の健康をあの見守っていくという方に重きを置くべきだと思っていますので、まあ、ああいう専門家の皆さんから見ればやっぱりちゃんとやるならしっかりやれよというメッセージとしてきちんと受け止めて、今後の見直しの作業に、まあ、横目で見るというか、まあ、読ませていただいて理解をして上で議論したいと思っています。はい、じゃあその隣の方。すみません、 NHK の広岡と申します。先ほどちょっと星先生にはお答えいただいたことで大変申し訳ないんですが、改めて今回のその4人の疑いの方のですね、評価というのを星先生にもちょっとお話ししていただきたいんですが、あの1巡目の検査の方に対してはがんの疑いや放射線の影響というのは考えづらいという言い方をされていて、で今回まあ本格検査の中で見つかったということに対しての評価というのを改めて星先生にお願いしたいんですが、あのまあ、私は先ほどお答えしました。鈴木先生がお答えになれるのであればお答えいただきますが、どうでしょう。あの先ほどの検討委員会、あの本会の方でも申し上げましたように、話題になりましたように、4例です。4例ですので、断定的な話は全くできません。ただあの、先行検査をやった意味、そして、今回本格検査になったわけですから、あそこで何か違いがあるのかということは当然お知りになりたいことだと思います。で今あのその中で、我々が当初から申しましたあの年齢分布も変わりませんし、地域性、今もこの4例に関しても同じところに集中しているわけではないということ、そして、アンスケアの報告が今日もついてましたけど、あの環境省の方の、線量も福島の場合は違うということ、ただ個人ごとの例外不確実性があることから要件なく注意深く検査を継続するという言葉がある、まさにその通りだと思ってますので、我々はこの4例に関してはむしろ、先ほどから繰り返ししてますけど、2回目の検査をきちっと受けていただきたいと、そういうことが重要だというのを今認識しているところで、それ以外のことに関しては今までやってきたことと変わってはいませんけど、厳重にこれから症例を重ねながら見ていくということだと思ってます。はい、じゃあ、LCM プレスの吉岡です。よろしくお願いします。質問が3点あります。1点目は、この途中でご紹介されました追加資料の、日本甲状腺学会学術集会小6よりというものの、遺伝子検査をした23名のこの県民健康調査の中からピックアップした23名の方というのは、どのようにして23人を選ばれたんでしょうか。で、もしお答えできれば、基本調査と外部被曝線量のパラメーターっていうとどの部類か、あの今回出てきました最高値 2.2 ミリシーベルトの男子は入っているんでしょうかというのが1点で、2点目は、今日の検討委員会の途中で鈴木先生ご自身が言及されていた CTB チェルノブイリティシューバンクにのようなものを、今回福島でも作られる計画はあるのかどうかで、通常診療に移行するのでなかなか難しいかもしれませんが、情報はないかもしれませんが、手術をして摘出した組織片というのは現在どのように扱われているんでしょうか。で3点目は、今回この基本調査の提出者の実効線量推計内訳という、
標語のものが発表されましたが、常滑先生のご指摘の通り4ヶ月間の行動記録だけというのはなかなか情報としていろいろな間違った読み方もされがちですので、相関があると考えられている要素の傾向被曝についてどのように調査評価していくんでしょうか。少なくとも甲状腺がんと診断された子どもたちについては4ヶ月間の行動記録の基本調査だけではなく、もう少し詳細な調査をするべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。はい、追加使用の件は、それから、については、それから組織バンクの話というのはその提出検体の問題ですねはお答えできる範囲で鈴木先生の方からお答えいただきます。3番目の話は先ほどの議論にも出ました。やっぱり、このまあがんが見つかった方に限らずですけれども、まあ、特にということになるのかもしれません。外部被曝線量だけでは不十分だという議論にはなっていますから、やっぱり内部被曝というのはどんな状況だったのかというのは何度も申し上げますが、非常に糸口は細くて大変ですけれども、できる範囲でやっぱりやるべき事柄だと思っています。はい、23名に関してですけど、これは前にも申し上げましたけど、23名に関しては特に作為的にここの何人かを選んだではなくて、我々の大学に、倫理委員会を通して、こういう検討が始まるというときに、ちょうど同意を得られて治療された方がたまたまいた、その時期的な方でございます。でその中に他に、この検討委員会と関係ない方もやはりお若い方は対象に入っているということで、我々は大学ですので、これだけを対象にしているんじゃなくて、先ほど言った若年者小児に対する病態解明というのを目的に、こういうものを同意書をいただいた方に関してやっているということです。で2点目、バンクのことはまだそういう段階では全くございません。ただ我々が常に参考にしているのはチェルノブイリのティッシュバンクの活動というのは非常に参考にさせていただいています。ただこの我々の検討とそこにリンクするものは全くありませんし、そういうことに関して全く倫理委員会も通していませんし、そういうことは出していませんし、対象者にもそういうお話は全くしてません。あと標本に対する扱いは通常の大学病院の研究室と同じ扱いでございます。わかりました。はい、大学ではないところで手術を、すみません、あと確認で、大学ではないところで手術を、適切手術をされた方というのはおられるんでしょうか。でその方々の組織品はどうなっているのかということを。これは大学のみです。大学のみ、手術は大学のみ、わかりました。すみません、はい、最後、他の方も質問ありますので、すみません、短く、回答も短くいただければ、基本調査の内部被曝の調査は、少なくとも2011年の3月11日から3月末までの、食べ物しか調査されておられませんので、この甲状腺がんと診断された、お子さん方、方々だけでも、内部被曝の傾向調査、どの程度何を食べたかというのは、これはすぐにでも記憶があるうちにされた方がいいと思うのですが、いかがでしょうか。すみません、基本調査だけでは、3月のみだけですので、不十分ではないかという疑問についてお答えいただければ。ですね、それは先ほどの言ったその小さな糸口の一つのだと思いますので、まあ、どういうふうにするかっていうのはどこまでが我々の調査の範囲かってこと話もありますけれども、そういうご意見はなるほどと思える部分もあります。鈴木先生がどのように理解をされてするかっていうのは、また別の問題でしょうけれども、何かお答えになりますか。かなり本当に糸口細いって言いますか、小さいと思うんですね。しかしながら、追いかけていかなければいけないことなんだと私も思っていますので、やっぱ内部被曝の問題というのは避けて通れないと思っています。はい、甲状腺検査についてはとりあえずあとお一人だけで一旦置いといて次に進ませてください。ではい、IWGN の岩田と申します。3点お聞きしたいんですけども、まず
WHO が2013年に発表した甲状腺がんを含むがんの多発予測というのがありますが、少なくともまあこの予測から言うと甲状腺がんの多発ペースは上回っているようですが、他に多発が予想されている白血病、乳がん、その他の固形がんなどの症例把握を始めるご計画はありますかということがまず1点です。であと前回の甲状腺評価部会では6月30日時点で手術例が55例中の 74% がリンパ節転移陽性と術後診断、病理診断ですねということでしたが、今回は85人手術されている中でどれくらいその転移ですね、転移が、増えているかということと、この現在これをベースラインと考えて調査というのを組み立てていらっしゃるという考えで、まあ、お聞きするんですけども、まあ、そうした場合はかなりの多くの転移例というのが、まあ、見つかっているというふうに考えられるんですけども、そうした場合、まあ、甲状腺の専門家としてあるいは検討委員会としてということなんですけども、まあ、これ日本全国のそのスタンダードな学校検診の中にこうした甲状腺のスクリーニングというのを組み入れるといったことを政府に進言したりとか、そうしたお考えなどはありますでしょうか。ですね、まずがんの云々って話ですけれども、まあ、白血病やその他の固形がんについてはやはり検診をきちっと受けてもらうということも含めてですね、あるいはがん登録の問題、それがまだ十分でないというのもありますので、我々の検討委員会での今検討項目として具体的には取り上げられていませんが、時々話題として出ることでありますし、それはしっかりとやっていくべきことだろうと思います。それからその転移云々のことについては鈴木先生お答えになられればどうぞ。はい、これは手術の情報ですし、今回その80何例に対して、集計して答えるものは今ありません。ただ傾向としては変わらないと思います。それあと3番目 の先ほどの WHO の話もそうですが、これはあくまで3番目のことにも関連しますけど、福島の場合目的ががん検診とかそういうことではなくて、子どもを福島の子どもたちを長期にわたって見守る一環として甲状腺を見ていくと、でその中で、必要な治療の必要な人がいた場合は治療するので、そこだけを見つけるということではなくて、甲状腺全体を把握しながら見守って健康を見守っていくということが一番大事で、それで安心していただくというのが目的ですので、ちょっと他とはちょっと目的が違うんじゃないかと思います。はい、そのことについてなんですけども、すいません、関連して今のお答えなんですけども、そうすると今その現在こう発見されているものが放射線誘因であるかどうかは別として、その現在の、まあ、もしそうでないと考えているならば、このベースラインの状況というのは、他に問題がないと考えているということかということと、あとそのリーク記事についてなんですけども、調査主体 の県立医大確定診断を急ぐとともにとあるので、まあ、県立医大からリークされたんだと思うんですが、放射線の影響かどうか慎重に見極めるといったときに、具体的にどのような方法で見極めるというお考えが、まあ、医大の方なのか、あるいは検討委員会の方なのか、評価部会の方なのか、分かりませんが、どのような方法で見極めようと考えられているか。前般の話はですね、ちょっと分かりませんが、何でしょう、後半の話先にどうやって見極めていくかという話は今日はずっと検討委員会の中で、甲状腺の内部被曝の評価をどうするかと散々、今まで座長からもお話がありましたけども、やはりどういうふうに今後評価していくかということは、まずはその、引き続き今本格調査ですかね始まりましたけども、それと同時に今言ったような例えば
現在は行動調査による外部被曝をいわば横軸に置いている、あるいは年齢を、震災時の年齢を横軸に置いている。で今後もし可能になるであれば、そういうふうな甲状腺の内部被曝線量を横軸に置くことによって、いわばその因果関係というのはどうなんだろうかと。基本的にはその線量とそのがんの発症といったものに関連があるのかないのかですね。そういったものも含めて、やはり因果関係というのをきちんとこの本格調査の中でですね、検討するというのが一番大事なことだろうというふうに思います。はい、甲状腺検査については一旦ここで、終わりにしたいと思います。その他の詳細調査並びにその他の一般についてご質問ある方お願いします。白いシャツの方。NHK の藤川と申します。資料の 6-6 先天奇形異常の有無のことで教えてください。平成23年度が先天異常 2.85、 その後24年が 2.39、 25年が 2.35 となっています。この後ろの2年だけ見ると 23.9、 23.5 とほとんど、2.39、 2.3 とほとんど同じというふうに見えて、逆に一番事故があった直後の23年だけ 0.5% 上がっているように見えます。これは誤差の範囲なのか、それとも有意な差なのか、どういうふうにお考えなのか教えてください。はい、これはどのように理解をしているかと、私は有意な差ではないというふうに読みましたけれども、藤森先生もしあればどうぞ。はい、それ非常に慎重に判断しなくちゃいけないところだというふうには考えております。ただ このいわゆる何、ていうんですかね、どれぐらいの頻度で奇形が生まれるかというところも、その、正確な数字というのはあるわけではないので、今後長い間見ていく過程でこういう例えば 0.数%の差っていうのは有意と考えるかということに関しては、まあこのたまたまなのかそれともどうなのかっていうのはもう少し長い目で見ないとはっきりわからないというふうに思います。かつ先ほどのちょっと本委員会の中でも話いたしましたが、対象となる異常すべての異常と取っていいのかどうかということも大きな問題だと思いますし、対象となるものが非常に頻度が低いものが放射線影響があると言われて一般に言われているものですから、そういうものに対する評価というのも、まあ、慎重にやっていかなくてはいけないというふうに思っています。その 0.5% がどうかというのはちょっとすぐにはお答えできませんが、まあ、ここでは先ほどもお話しましたが実際の頻度という意味でお知らせしておりますが、これはあくまでも全ての、胎児異常胎児奇形を対象にしているということで、いわゆる言われている数字よりは高くないということはそれだけは言えるというふうに思っております。いわゆる言われている数字はどういう意味ですか。それは教科書的な数字という意味で本文中にも出てきておりますが、出生時約 3% ぐらいの異常が認められるという意味でございます。ありがとうございます。はい、他にはありますか。はい、じゃあ LCM プレスの吉岡です。お願いします。まず健康診査について、健康診査の血液検査、白血球の分割について伺いたいのですが、最後のまとめに白血球分割のうち、4-65のところですね、白血球分割のうち高中球、リンパ球、単球、高酸球、高塩基球の平均値は各年齢層23、24、25年度を通じて大きな変化は認められなかったとあるのですが、平成23年度の調査結果第10回に出たものを見ますと、白血球数減少、高中球数減少、リンパ球数減少の割合に年齢区分や性による大きな偏りはなかったということで、全体的に減っているということが書かれております。ですのでこの3年を通じて23、24、25を通じて大きな変化は認められなかったとありますが、総じてずっと特にリンパ球や高中球などは
減っているまま変化がないというふうに読めるのですが、いかがでしょうかということが1点で、2点目は妊産婦調査について伺いたいのですが、6の、資料6の7ページのところですね、妊産婦調査、新生児の異常について地域と、異常別のグラフがあるのですが、この発生率、例えば心臓奇形が 0.92% とあるのですが、これは63を母数何で割ったんでしょうか。これ今までの資料だと、単体1人の出産数で割ればこの数字になっていたのですが、今回7020で割りますと別の数字が出てきますので、この発生率を出した母数はどこかというのが2点目で、3点目は同じく妊産婦調査なのですが、前回の、結果、23年度24年度の結果を見ますと、早産率、低出生体重児出生率、というのが、まあ、23年度と24年度比較して増加傾向であったということが書かれているのですが、今回25年度の調査では低出生体重児出生率というのは調査されているんでしょうか。以上3点よろしくお願いします。はい、それぞれお答えをいただきたいと思いますが、大丈夫でしょうか。はい、健康審査の部分でお答えいたします。白血球の分割についてはですね、これは異常ではないという範囲のものではないので、大きな有意差はないということで、血液の専門家から見解を受けたまっております。あ、すみません、異常ではないという範囲のものではない、分割のですね、ここから異常であるというものの規定ではないと思いますので、を超える範囲ではないと思いますので、特に意味があるものではないと思います。異常ではないという範囲のものであるということですね。はい、わかりました。23年度は減少傾向でそのまま変わらないけれども、まあ、異常ではないということですね。はい、はい、6の7の、異常の発生率に関してなんですが、これは対象者が、先天奇形異常ありと答えた方々がを対象になっているものですから、無記名、すみません、回答してない方も除外しているわけですね。なので、7209が分母ではございません。なので、はい、回答されてない方がいるんですね、ありなしを。なるほど。なので、ちょっとその、下にも書いてありますけど、ありなしを回答した人の合計人数ということで、それが募集団に、あ、すみません、分母になっております。あ、すみません、それはすみません、今パッとわからないもので、どの資料のどの表がここの母数になるのかというのを教えていただきたいですか。ちょっと今すぐ答えられないんですけど、基本的にはありなしと答えた方々が 分母になっているので、ちょっとその数字が今いくつかと言われると、この左に6の6に載っている、これではないんですか、ね、6の6の下です。そうですよね、6の6の、そうですね、ですね、この合計7020で計算するんですか、すね、これすると、はい、と以前までの資料はそうなっていたのですが、はい、63を7020で割ると思います。0.92 にならないので、あ、すいません、ちょっとそれで、そうですね、無効回答も入ってますんで、そうですね、有効回答の方々が、募集団になっていると思います。ありなしをはっきり答えられている。7020から160を除いたものが、ね、161足す、すいません、ちょっとすぐ、6699足す161だと思います。それが母数ということです。わかりました、はい、ね、ありがとうございます。それから低出生体重児ももちろん調べて、おります。はい、今回の調査にはないということですね。出してないかもしれませんが、もちろん出生体重は聞いておりますので、数字は最終的に発表できると思います。わかりました、ありがとうございます。はい、その他一般でございますか。はい、じゃあその他ですよ。
その他の、はい、詳細ないですね、はい、で時間のなんですが予定時刻を若干超えてます。で、まあ、会場の都合とそれから出席者の都合ともございますので、あと10分程度25分をリミットにですね、記者会見を、終了ということでやりたいと思いますが、はい、で特に質問されてない方を中心にですね、あとお二人程度を考えたいと思います、はい、緑色のシャツの方フリーランスの機能ですけれども、ちょっと細かい点確認なんですが、甲状腺検査の件で4人それぞれの腫瘍系とそれから大きさの速度の変化、変化率等というのは分かりますでしょうか。それから前回 A1、A2 が、まあ、2人というお話はあるんですけど、それぞれの年齢4人の方のそれぞれどの方が A1、A2 だったのかというのは分かりますでしょうかね。はい、答えられる範囲でお願いします。何度も申し上げてますけど4例ですので、あまりそういう情報は申し上げられません。お伺いしたいのは、要するにその微小がん云々というお話があったので、じゃあその例えばですね、6歳とか8歳、今の年齢で8歳とか10歳の方で、10ミリ以下とはいえ、要するに甲状腺が大人成人とは大きさ違うわけですよね。それに対して微小がんという言い方ができるのかどうかというのはちょっと疑問だと思うので、その辺お伺いできますか。これは今までも何度も繰り返している話で、どこのどこに行っても未だに小児でも大きさが違うってことじゃなくて、腫瘍のサイズで決めてます。で、悪性度に対してもステージも同じです。ですから同じ表現でございます。いや、表現は結構なんですけれども、要するにその微小がんって言った時にですね、成人でいうその微小がんっていうのと小児のその同じ大きさでね、要するに甲状腺の中に占める割合が全然違うものを同じ表現で言っていいのかなと、その辺はまあ言っております。それ以上答えはございません。いや、その表現、その表現も含めて、あとはその要するに影響ですよね、それも同じなんですかね。そうすると要するに子どもの基本的には、はい、先ほども小児の腫瘍の自然死ということがありましたように、まだわからないことはいっぱいありますが、現時点においてはそこに関して特別に小児だけ、あとじゃあ体格においてサイズが評価を変えるとかっていうことはなくて、同じ尺度で見るっていうのが現時点での世界の共通のものであります。はい、他の方。共同通信の篠原と申します。2つ教えて伺いたいです。1点目は多分遺体側になると思うんですけど、甲状腺に関して 3-29、要は先行検査との比較、B 判定二次検査に入った457人、これのうち同じように A1、A2 だった方が333人、これをどのように遺体側では捉えてらっしゃるのかというのが1点で、あとはですね、委員の先生に伺いたいんですけど、多分高村先生になるかなと、清水先生変えられてるんだと思うんですが、先行検査と本格検査の比較がすごく大事だと言ってこの計画が進んでるんですけども、これから今回出てますし、次もおそらく出るでしょう。で、県民とかですね、県民じゃなくてもですね、いろんなとこから、ね、このホームページに出たデータを直接見る方多いと思うんですけども、具体的にどこのどの部分を重要視をするべきか、もう放射線の影響があるかないかっていうのがすごく心配されているので、どの部分を見ると、あるかないかっていうか判断ができるのか、その分かりやすく伺えればと思います。はい、まず大学の方から、先ほどの、本格検査で、B 判定になった人の先行検査が A 判定だった人が333名、おりますけど、先ほどその中の結節はどうだっていう話を高村先生からお聞きご質問されまして、結節だけ答えましたけど、ほとんどは A1 から出てくるもの、 A2 も多くは嚢胞であったものですから、その嚢胞そのものが結節になるというものでもなくて、ただ、先ほどから申し上げましたように、結節と言っている
のものの中には水が溜まっている農法の中に一部でも充実部分があると、それは全部一次検査では判定が煩雑になって精度が落ちますので、二次検査に上げてそこを詳しく見るために結節という言葉にしています。ですから結節がかなり含まれていると。でそこは傾向で見ていただくと分かるんですけど、一次検査の傾向をずっと本格検査になる前の先行検査も年々A2、そして結節も増えていると、そういう傾向のもとでこういうものが年々対象年齢が上がってくに増えて、したがって増えてくるという傾向でございます。ありがとうございます。高村さん、さっき補足なんですけど、多分影響あるなしってはっきり分かるのは今のうち難しいというのは皆さんのご見解でもありそうだと思うので、その手がかりになる、要はどこを注視してみてほしい、ここがこうだから、今のところ影響は考えられない、考えにくい、ここがこうだとどうなるのかっていうのを伺えればと思います。先ほど話をしたところとも重なると思うんですね。こういったものでその因果関係をどういうふうに証明しようとしているのかという部分をやはり一番最初に見られるのがいいんじゃないかと思います。例えばその、先行調査で、行った先行検査で行った3の6ですかね、3の6で、震災時の年齢による特に、図3ですか、震災時の年齢による分布であるとか、あるいは実際のその占領ごとの実際のですね、占領ごとの分布、今後先ほど話ありましたけども、内部被曝、特にその甲状腺の内部被曝というのが推定できるとすれば、それとの関連、そういったものをやはりきちんと我々も検討していく必要があると思います。それを分かりやすく提示できるようにしたいと思っております。はい、時間なんですが、お一人だけまだ質問されてないし、白いシャツの方。テレビ朝日の瀬川と申します。よろしくお願いします。2つほどあるんですが、似たような話なんですけど、1巡目をで、異常なしの方が2巡目で4人の方が悪性あるいは悪性の疑いという結果が出ました。でこの件に関して1巡目の検査がそのあまり精度が高くなかったのか、あるいは見逃しなのではないかということは我々感じるところもあるんですけれども、やはり実際親御さんたちを取材すると、異常なしと言われたのに今回こうした、4例ではありますけれども、こうした出たことに関して大変不安に感じている方が私たちの取材した方の中には多くいらっしゃいました。でここで伺いたいんですが、先ほど、星さんと、鈴木さんの議論の中にもあったかと思うんですが、検査が 100% ではないっていう部分と、あとそれに対してその鈴木さんが最初にですね、この見逃しではないということを最初に断言されたと。でこの断言された根拠について、お伺いしたいということがまず1点と、これに関連してですね、やはりこの4例出たことについて、その県民の方はじめその不安に思っている方に対して、おそらくこの場といいますか、この検討委員会での答えが何かしらの求められているものになるかと思うんですが、そういう親御さんたちに対してどういうメッセージを発信されるのか、これは星座長になるかと思うんですが、お伺いしたいです。はい、まず先ほどの議論の中にもあった話ですのであれですけれども、基本的には、100% のものをその全部ディテクトっていうか観察できるものではないというのが、検診あるいはそういうスクリーニングの限界だということを私は理解をしています。それがどんなでそれ見落としてないということについては鈴木先生からお答えをいただきます。はい、先ほどから何度も繰り返しになるかと思うんですけど、異常がなかったからじゃあ2回目の検査が受けなくていいとか、実際にそういうお母さん方が時々いらっしゃいまして、2回目の検査の案内をしたときに、この間もう何でもないと言われたらまた何で受けるんだっていうことがありまして、それでこの検査っていうのは検診とはご存知のように通常の成人の検診も1年ごとやるものもありますし、これは2年ごとの検診ですけど、その2年後のスタイルっていうのは2年で十分にそれをお助けできるだろうっていうスタイルでやってるわけで、その2回目を十分に受けていただきたいということのまさに重要なところであります。
ですから、異常がないから未来をやらなくていいというものじゃなくて、してましてや先ほどの、見逃しであるかどうかというのは、我々制度管理をする中で一番最初に、検討しなければいけないことですけど、明らかにそういうものではなさそうですけど、ただ主要は常にそうなんですけど、存在したところから分かるので、エコー化になかったっていうのはないっていう存在には証明にはならない場合では全てそうだっていうわけじゃなくて、そういうこともありますので繰り返し受けることで、そういうものも分かってきますよ。で実際今分かったものもたった4例ですけど、決して遅すぎるというわけじゃなくて、比較的早期に見つかってますので、そういうふうにきちっと検査を受けていればそういう中に、見つかりますのでご安心くださいということが我々の今のところで、ただ超音波で見えてないうちに小さいものが存在していて、それが腫瘍のタイプによっては最初から小さくキラッと光って見えるものもあれば、中には数は少ないですけどある大きさにならないと超音波で映らない、映ってこないタイプもありますので、そういうものは基本的にきちっと見ていかなきゃいけない、そういうことでやはり繰り返しの検査というのは重要だということです。はい、私からじゃあ最後になりますが、これも繰り返し言ってきたことですけれども、現時点で考えにくいと言いながらやはりご不安に思われている方がたくさんいらっしゃると思いますし、まあ、実際に4人見つかったということでの不安のある方もその理解をします。ですからやはりそれに、まあ、打ち勝つではないですけど、それを、まあ、排除できる方法の一つとしてはやはり積極的に検証を受けていただくということだろうと思います。ただそれは頻回であればいいのかとか毎日受ければいいのかということではなくて、現時点で、考えられている範囲まあ、感覚で今のところそのこれを変更する予定はありませんけども、もし今後さまざまな知見が蓄積していってですね、この感覚について先ほども申し上げました、この感覚が適切なのかとか、あるいは検査の方法、あるいはその、まあ、いろんなことの制度管理などについての、改正といいますか、なんていうんですか、改定が必要であればそれは我々積極的にやっていきますので、とにかく今与えられているチャンスをしっかりと生かして検診を受けていただきたいということを申し上げて、その際不安があればまたご相談をいただくとか、あるいは先ほどから心の健康の話もありますし相談窓口などもありますので、まあ、そういうところにお問い合わせをいただいてですね、一人で考え込まないようにしていただきたいと、そのように思います。すみません、はい、ちょっと先ほど鈴木先生の中には断言されたその 4例の方が見逃しではないと断言された部分についての根拠というのは、どこにあるんでしょうか。前回画像の見直しと、あとその、その後の画像との比べるものでちゃんとそこが捉えられている画像が残ってますし、あとは賢者もちゃん と、それなりの人がきっちりやってるっていう確認をしてますので、そういうやはりそういう状況証拠から見るものですので、または明らかにあったっていうものでもなかったので、そういうものを組み合わせて、お答えしております。はい、ありがとうございました。はい、ではおもちまして検討委員会後の記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。